疲れ様です。どうもです。順調です。お願いします。さあ、そうなんですけどもですね、うん、実はですね、あんまりこんな動画ないと思うんですけど、うん、今までね、うん、急遽、うん、ちょっと今、動いてる企画がありましてですね、はい、これ何かって言いますと、うん、まあ、以前ね、まあ、我々チーム開作でカメラガイドも結構喋ったりするじゃないですか、はい、この間もちょっと雑談してたんですよ、うん、そしたら順院長からなかなかの事実がちょっと発覚しまして、口から出た言葉、うん、そうなんですよ。これがじゃあ、まあ、いいですか。あ、もちろんです、うん、あのですね、僕自身が、うん、毎週火曜日にラジオでレギュラー番組があったんですよ。ずっとやってたんですよ、うん、はい、うん、でそのラジオがですね、うん、あのちょっと、うん、終わってしまう。これ実は理由がありまして、はいはいはい、あのスポンサーさんが、うん、その諸事情で、うん、ちょっともうつけなくなっちゃったと。そう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 。でそれによって番組の継続が難しいと。だからまあ終わっちゃうみたいな、ずっとやってたラジオが。そうなんです、うん、っていうのを順院長が言い出して、はい、マジでってなってな。そうなんですよ、うん、それちょっと残念やな。めちゃくちゃ悲しくて、僕がもう初めてのレギュラー番組だったんで、うん、そうやねんな。そうなんです。もう大事ってなってて、はい、やっぱりまあスポンサーさんっていうのはやっぱりテレビとかは、うん、まあ、もちろんそうなんですけども、やっぱり一番スポンサーさんが大事やから、はい、がお金を出資してくださって番組を作るっていうところ、うん、そうです。だからやっぱりスポンサーさんがいなくなった時点でもう番組できない、はい、そうなんですよ。うわ、めっじゃ残念やなっていう話をしてたんですよ。干、うん、したら一、はい、人の男が立ち上がったんですよ、うん、その雑談中にね、うん、あれ、なんかえらい黙ってるね。はい、あれ、まあこの人じゃないんですけど。おーい、おかしいやろ。失礼しました。この人じゃない人がセンターにどっしり黙って黙ってまあまあまあ、そうなんですよ、はい、そうなんです。でね、まあ、立ち上がったんですけども、はい、その模様をね、はい、この間安武が起点を聞かせてその雑談してる時に、はい、安武がパンってカメラをね、はい、回してくれたんですよ、はい、ちょっとその模様をまずはちょっと見ていただきたいなと思いますんで、はい、こちらをご覧ください。どうぞ。俺が P になろう。ほんまですか。はい、これもうマジよ。これもう今カメラ回してるから、はい、マジよ。出そう。え、マジ。ありがとうございます。え、俺が出したら続くのラジオは。え、マジで続きます。え、10万円はい、毎月っすよ。毎月。そうだ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 。これな、やすたけ勢いでこのカメラ今みんなで喋ってて、はいはい、ちょっと回してたんですよ、はい、カメラを急にね、はい、でなんかそんな空気になってね、順院長のラジオがやって、うん、レギュラーでやってるんですよね、はい、でちょっとスポンサーさんがちょっとお金がもう準備できないみたいな、うん、ごめんやったら申し訳ないけどなんかそんなことらしいんですよ、うん、でラジオが終わっちゃうみたいなことを話してたら、うん、なんかトンボが、うん、いや絶対やった方がいいみたいな、うん、こんな感じで言ってたから、うん、いやでもスポンサーさんやからなって、うん、で僕はちょっとノリで、うん、ハムノリでじゃあトンボ出してあげたらええやん、うん、なんか月10万あったらいいよって、うんうん、そしたらやろうかとか言い出して、うんうん、ちょっとカメラすぐ回しといて回したけど、うん、毎月よ1ヶ月でもすごいことですけど、でもそれ以上は1円たりとも出さん。ビタービタ1万すごい。でも、はい、やってめちゃくちゃ嬉しいっす。1ヶ月分や、うん、俺が担保できるのはすごいっすね。なんでそのすごいやん、その熱で、はい、やった方がいいって思うのはなんでなん。やっぱりね、僕もコミュニティ FM、うん、ラジオやってた経験があったんですよ、芸人時代に。はい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 。一人喋りのラジオをやらさせてもらったことがあった。うん。でその時の経験ってやっぱ今に生きてきてるんですよ、やっぱり。はいはいはい、ね、だから順一も新メンバー入って、うん、ね、これからね、はい、チーム開作としてね、うん、おしゃべりも頑張ってもらいたい、うん、だったらその週のラジオをね、うん、こう途切らすのはね、うん、いかがなもんかと思うわけ。めちゃくちゃかっこいい。めちゃくちゃかっこいいっす、うん、本当に。年間120万とかだな。ダサン。ちょ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 、言ってることもちょやばいって、うん、だから、うん、1ヶ月で1年分のラジオやったらええ。そういうことです。何言ってんの。どうやんのそれ。本来1年やるとなったら120万かかりますわね。はいはいはい。ただ俺は10万しか出さんって言ってんすよ、うん、ってことは順院長のやるべきことは何か、う
120万円分のラジオを1ヶ月でやれってことなんですよ。なるほど。ちょどういうこと？10万しか出てないから120万円分ではないじゃん。10万円分じゃん。いや、聞いて、うん、俺、出さないって言ってんの。120万でも、俺分かってきた。はい。で、要は、もう出さないんだもん。もう絶対出さない。120万確定でしょ。確定、これはもう確定なんだもん。一回分しか出さないもんな。一回分、だからその一回にかけろと。そういうことです。一回言うたかって、月、4回です。4回で10万、はい、はい。でね、この4回分で120万円分のラジオやったとしましょう、うん、そしたらそのラジオを聞いて、なるほど、じゃあ俺がスポンサーになるわって違う手が上がるかもしれない。そう、俺もそう思って。そういうことね。そういうことや。延命や、延命。うん、うわ、これどう、マジで。え、めちゃくちゃ嬉しいっすよ。あ、これありえんの？もちろん、もちろんもちろん、うん、僕のあの一存では決めれないですけど、うん、ラジオ局に報告して、うん、あの枠もらえれば、うん、本当にやりたいです。じゃこれもし断られたらめっちゃ恥ずかしい。めっちゃ恥ずいですよ。もう埋まっちゃいましたっつって。いやでも、いや、まず大丈夫です。そうか、だから、はい、これ最近決まったらしいんですよ、うん、スポンサーさんがちょっといなくなっちゃって、はい、ちょっと2ヶ月間は1回待とうみたいな、はい、でもなんかちょっとややこしいんやけど、スポンサーさんが1回離れてんけど、うん、また戻ってきますみたいな、うん、口約束はしてるらしいの、裏で、うんうん、はい、これここまで喋っていいか分かんないんだけど、うん、だからひょっとしたら新しい枠が決まってるかもしれない。ああ、なるほどね。うん、この2ヶ月は休むって決定したもんな、うん、はい、でも最近の話だから。そうですよね。もしそうなったら、はい、この番組の提供は山口トンボさんの提供でお送りします。なるほど。そういうことだ。そういうことやな。マジでそうです。スポンサー様や、チャー持ってこんかい。これでもちょっとかっこいい、お前すごいな。はい、はい、ただうん、10万一本勝負です。嬉しいです。なんかぶっちゃけた話ね、俺でもええやん、うん、俺がやってもええやん、うんうん、でも俺はお前がやることに意味があると思うわ。なるほど。なんかお前、初めて思った、うん、お前ってケチやん。はっきり言うんじゃねえ。言葉にしてはっきり言うんじゃねえ。すごいスピードで俺に領収書持ってくる。カジさん、これそれとケチ、それとケチ、それとケチとそれはケチとは。俺聞いてくれ。俺一回さ、話変わってきとるやないかい。俺がかっこいいって話で終わればよかったよ。俺ちょ、一個だけエピソードじゃない。師匠、座ってください。なあ、みんな、俺ここでよく領収書ね、みんなでこうやって清算するよ。そりゃ清算や。で、清算みんなしといて言うて、俺一回ちょっとトイレ行こう思ってトイレ行ったんですよ、うん、でみんな領収生産しようって俺トイレ行って入って、うん、トイレ出たところのここで一回待ってるときに領収書ですって言って。そりゃ早く生産してもらった方がいいけど。じゃ早すぎるやん、もうここ待ったらええやん。そんな話しなくてもよかった。そんな話しなくてもよかった。今はいや、そんなトンボがってことです。そういうこと。すごいすごい。なるほど。そんなトンボがこんな大風呂敷広げて、はい、ラジオやりなさい言うてやで。そういうことです。しかも別にそのなんていうの、企業さんでもなんでもないじゃないですか。個人ですからね。メリットがそもそもそんなないやん、うん、そうですよね、はい、物を売っている、例えば会社やっていてって言ってスポンサーなってって、そういうことですから本来スポンサー、うんうん、ないから。そう、マジでかっこいいっすよ。マジでかっこいい、うん、今っすよ、もう引き返すなら。ギリギリ落とせるよ、今だったら。いやもうガチよ、でも、うん、どっち。迷うかい。すごいよ、かっこいい男だよ。かっこいい男だ。すごいよ。ちょっと順次今日すぐ連絡して。はい、動こう。はい、すぐ電話します。すいません、ちょっと急遽カメラ回したんで。これマジで、あの、本当にやることになったらメインで行くからね。ああ、そうですね。で、1回目のゲストじゃない。あっ、うわっ、スポンサーですからね、はい、じゃあ俺も出してや。あっ、いや、すげえ。スポンサーが許そう。ゲストを許そう。なぜなら、俺がスポンサーだから。スポンサー様の言うことは絶対だから。俺20万出すわ。俺でやろう。
ろ。俺がやる。俺がやる。やめろ。キレ伏せ。負けるな。負けるな。頑張れ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 。いけるいける。頑張れ。負けるな。すぐ投げた。ちょお父さん、そこはこう超えていこうや。すぐ下げたけど、これはもう10万一本勝負なんで。今ボケでも30って言ったらそっちがリアルになると思ってやめましたね。はい。いや冗談よ、これマジトンボ。はい、トンボやから意味があるから。ありがとうございます。ちょっと動きます。はい、うん、俺がスポンサーだそうなんですよ。はい、ああいうやり取りが行われていて、はい、多分その時にも言ってたと思うんですけど、マジで普段そういうタイプじゃないから、はい、いや、まあね、ちょっとかっこいいな。ありがとうございます。でですよ、はい、結果順位長に関係者さんにちょっと聞いてほしいと、はい、どうなったかと言いますと、はい、局長の方もですね、うん、もう喜んでぜひお願いしますということで。いやだから山口トンボがメインスポンサー決定、はい、すごいですよ。ありがとうございます。スポンサー様、お願いします。人生初スポンサーですわこれな。はい、でもだから今日マジで今から実はラジオ行くんですよね。そうです、生放送で、はい、でせっかくだったらということで、はい、チームカジサックも出してくれるということで、はい、これもすごい、はいね、はい、で元々のラジオのメンバーさんもいらっしゃるから、はい、なんか構成的には最初になんか20分ぐらいそちらのレギュラーメンバーでやってもらって、はい、後半30分我々チーム活躍でやらせてくれるという形やんか。そういうことです。楽しみやがな。これはもうスポンサーのおかげやから。はい、ありがとうございます。おい、はい、茶を持ってこい。はい、いやいや、だとしたら行ってからよ。確かに現場行ってからお茶を。ああ、そうか。これどうすんの、もしさ、はい、現場行ってさ、はい、今日まあスタッフさんもとかもいらっしゃるやろ、演者さんもいるわけや、はい、おそらくですけども、トンボさんありがとうございますってなるやん。そりゃそうっすよね。絶対に絶対になります。それを受けたお前、ひょっとしたら次の月も行こうかってなるかもしれんな。どうなん、ならん。なんで、そのラジオのスタッフ並びに演者、はい、どんだけ丁寧に私に来られようとも、ビタ一文出さない。あ、そこの考えは変わらんねや。変わりません。この1ヶ月間で120万円分のラジオをしてください、はい、そういうことです。10万円一本勝負です。これもうよう分かれへんねんけど。1ヶ月よ、だから猶予は。私のそうなのよね、はい、で、いつまでなんだっけ。これが10月の31日までやらせていただきます。10月末までや、はい、10月末まで、うん、だからあのこの動画を公開するのがおそらく10月になってると思うんだけど、はい、何回かは聞けるってことやね。聞けます。でもひょっとしたらその1ヶ月で、まあ、4回かな、うん、はい、週1回やから、それでね、トンボが確か言ってたと思うけど、はい、新しいスポンサーさんが見つかってるかもしれないから。そうよ、どうなのかわからない、はい、いや、よかったね、はい、すごいよ、マジで。すごい、ありがとうございます。かっこいいよ。ありがとうございます。リオちゃんも惚れ直すんじゃない。いや、ほんとですわ。これはトトやった、やったねと、男あげたねと、リオちゃんも言ってくれるはずや。リオちゃんがもしも、うん、トトそれだったらもう2ヶ月目もやってあげたらいいじゃないって言ったらどうすんの。リオちゃんいいかい、うんうん、出さない。それで言うとリオちゃんいいかいっていらんやん。なんでそこまで聞かすの。ちょっといいかい。リオちゃんにはちゃんと座りなさい。座りなさい。大きい声出したくないからね。大きい声出したくないからね。そうそうそう。リオちゃん優しくね。出さない。顔をつかむ。リオちゃんの顔をつかむ。なんで動けないそれ。なんで。いや、そこまで力いっぱい抑えてないよ。じゃあリオちゃんさ。俺もやだ。そんなギューってやってねえわ。いいんですよ。このね、はい、この期間の間で、はい、ね、順位長並びにそして演者の皆さんに楽しんでいただいて、はい、ね、
で、私がスポンサーになろうっていうね、うん、新しい手が上がる、はい、これが一番ハッピーだ。最高だね。はい、いや、これも冗談の人ほんまにすごいかっこいいと思う。ありがとうございます。なので、はい、今からみんなで移動して、はい、ラジオ現場行きますんで、はい、生放送ですよ。楽しみ。そうで、ブース内にちょっと椅子とか広さの関係で、うん、ラジオに出るのは、はい、僕、トンボ、安武、常順になります。はい、はい、がチーム開作で投稿する、はい、形になりますんで、はい、じゃあ行きますか。はい、はい、というわけで本日もせーのお願いします。さあ、というわけでラジオ現場に到着しました。はい、来ましたよ。ありがとうございます。これもちらっとこんちやさぎ、うん、今日本番が行われるブースですね。すごいじゃん。ここで行われるということで、はいはい、ただしばらくはお休みしてたというところなんですよ。そうなんですよ、うん、ですけども、はい、まあ、本来は、気張っていこうイントヨスというラジオらしいんですけども、はい、メンバーがね、はい、結構相方さんもいたりとか、うん、他の芸人さんがいたりとかいるらしいんですけども、うん、せっかくなんでちょっと、はい、挨拶、ありがとう、あとスポンサー様の顔見せっていうのここは顔見せとかないとしましたちょっと紹介させていただきましょうか。はい、こちらでーす。お願いします。お願いします。あれ？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 友達。すごいすごいすごい。さすが芸人さんやね。そのね。ネタ合わせしてないからほんまに。友達だよね。友達ですよ。嬉しいですよ。どう見たって友達だよ。どう見ても友達だよ。兄弟だよ。兄弟だよ。そうですね、もう親戚、よろしくお願いいたします。はい、まずはなんと順院長の相方さんがこの中にいらっしゃるということ、はい、そう、はい、すいません、はじめまして、はい、順院長の相方のションパイのチョローと申します。いやー、ありがとうございます。まずはチョローさんに俺はお礼言わなあかんなと思って、うん、ほんまにあの順院長がね、改作メンバーに入った、はい、それはやっぱり相方さんが OK 出してくれたっていうのは、はい、本当にありがとうございます。いや、とんでもないです、本当にありがとうございます。こちらこそ迷惑かけてないですか。いやいや、もういつでもお願いします。すごい邪魔だったみたいな。なんか俺テンション好きだからシャッフルさせてもらって。ありがとうございます。ちょっとね、想像以上に汗かくんですよ。いや、そうなんですよね。ごめん。すごいっす。もう一番それずっと体感してきたんで、僕らですよ。そうか。はい。いや、でもいつでも光ってるんで。何おかげさまでね。はい、なんで、いやいや、ありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。はい、ありがとうございます。そして、はい、紹介してもいいですか。あ、はい、友達。友達ちゃんと名前ありますんで。名前あります。じゃあお願いします。はい、あ、松竹芸能の友達です。じゃあ友達。やっぱり友達ね。自分でこうやるのやめて。あんまり自分でやらない。はい、松竹芸能の、はい、松竹芸能りょうちゃんと申します。りょうちゃん、りょうちゃん、お願いします。そして、はい、松竹芸能のるりこです。お願いします。そして、ラフィーネプロモーションっていうちょっと誰も知らないような事務所のところで漫才やってます、長寿あんこのヒーと申します。いやー、はい、いいじゃないですか。はい、今ね、誰も知らないようなって言ったけども、うん、いつか彼女が売れた時にその事務所が有名になるんですよ。すごい。それで言うとサンドウィッチマンさんがそうやったやんか。あ、ね、グレープカンパニーって、ね、うん、はい、最初はあれってなってたけども、うん、やっぱりあの方々が売れてからバンってなったやんか。確かに確かに。そう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 、うん、だからいつかね頑張ってください。頑張ります。はい、で今回はこのメンバーでまずは新気張っていこう、そうです、うん、メンバーで20分ぐらいやってもらって、はい、で最後に30分ぐらい我々がチーム開催をやらせてもらえる。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いします。改めまして、はい、スポンサーのね、はい、ちょっと挨拶でいいですか。スポンサーとして、どうもスポンサーの山口トンボです。いやー、ありがとうございます。こんなネタあれかもしれないな。たった1ヶ月分なんですよ。いやもうそれがもうありがたい、本当にそんなに。いや、ありがたい気持ちはもちろんなんですけど、はい、そんなに偉そうにせんでいいよ。そうそう、年契約の手でした。初めてのスポンサーで舞い上がっちゃった。舞い上がった。今日あれだから、順位、はい、提供は山口トンボさんみたいになるってことになります。これは、よろしくお願いします。というわけで、はい、もう言うても間もなく本番始まりますんでね、はいはい、まあ、せっかく復活一発目なので楽しいラジオに、はいはい、いたしましょう、はいはい、よろしくお願いいたします。お願いします。
今日はスペシャルゲストに来ていただいております。チームカジサックのメンバーです。ありがとうございます。あ、本当だ。あった。ありがとうございます。そうなんです、ちょっとですね、今回こちらなんでこういう風な流れになりましたかというとですね、ちょっとスポンサーさんがいなくなっちゃった、諸事情でいなくなってしまったということを、私の方でお伝えしたところですね、山口トンボさんがスポンサーとしてこの気張っていこう、応援していこうということになってくれたからです。ありがとうございます。ん、地獄地獄だから、長年の地獄。そうだよね、不安だったよね。すいません、また挨拶させてください。はい、どうも、かいさまです。どうもです。安武です。それでーす、ジュンジュンです。よろしくお願いします。いやー、怖かったよテンパりすぎやって。そうよ、もっと余裕を持ってやってくれたらよかったのに、なんか自分で地獄の空気作ったそうよ。しかもちょっと普段はこの曲、うん、1番とかで終わったりするんですけど、はいはい、今回ちょっとこうサプライズ的に、ちょっと皆さんに見えないようにやったじゃないですか、はいはいはい、僕YOASOBIさんのアイドル曲流したじゃないですか。流した。丸々1曲使ったの初めてです。あらそうなの、はい、曲に丸々一曲使ったから俺たちの喋るの時間が短くなっちゃうじゃねえか。大変失礼しました。大変失礼しました。よかったよ。さあ、というわけで今終わりました。楽しかった、うん、貴重な経験ができました、うん、どうでしたか、順院長、うん、めちゃくちゃ楽しかったです。最高の経験ができました。ですね、はい、これ小部屋を見てください、ぜひ、はいはい、ラジオ公開してるんで、はい、全然楽しんでなかった。めちゃくちゃ緊張してて、めちゃくちゃ緊張した。本当になんか感慨深くなっちゃって、本当に曲紹介で、はい、Adoさんの新時代ですどうぞを、うん、Adoさんで新世界っていうない、そんな曲ないんですよ。ないのよ。ないでしたっけ。本当にね、はい、まあでもね、うん、皆さん本当にオープニングトークもすごい楽しそうにやってます。10月末まで、はい、山口トンボ大先生の、はい、スポンサーのもとですね、番組は続きますので、はい、どうかこれからもね、はい、頑張っていただき、はい、新しいスポンサーを見つけて、はいはい、気張っていこう、長く続くといいですよね、はい、本当に、はい、あ、そういえばさ、はい、本番中さ、山口トンボさんの提供でお送りしましたって言った。あ、そうやん。やばい、緊張してた。あれ、やり直しか。でもやり直しか。でもそれを楽しみにしてた。ああ、来週からぜひよろしくお願いします。こう、ちょっとサプライズだったんで最初からできなかった。いや、そのさ、ラジオの締めとかでもさ、マジでできましたよ。ね、マジで。提供は本当に山口トンボさんでしたみたいな。後で別撮りでいけます。じゃ生放送。確かに。局長のあんな苦笑い初めて。だってお前、スポンサーの名前言わへんって、お前、大変失礼しました、ほんとに。そうやん、それ待ってたよもんな。それ待ってた、うん、そうだ、うん、すいませんすいませんすいませんは届いてるんだ。あ、どうぞ。違うものをお届けしました。すいませんもう出てこない。本当にちょっと、はい、チョロさん、はい、本当にちょっと入っていただけたら、はい、もう入れ替わってくる。何回か遊びに行かせて仕事に。そこはちゃんと言うてくれんとあかんねん、ほんまに。頼むよ。じゃあ次回から絶対言います。この番組は、はい、山口トンボさんの提供でお送りします。これが嬉しいかな。あー、これお願いしますよ、うん、オープニングとラストに入れさせていただきますので、はい、ありがとうございます。はい、気になる方はですね、10月末までやられているのでですね、はい、こちらレインボータウン FM さんで、はい、毎週火曜日気張っていこうやってるんで、はい、ぜひ皆様お聞きください、はい、そして生配信も、はい、されているということで、チャンネルもあったりしますんで、はい、ぜひチェックのほどよろしくお願いいたします。お願いします。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。最後まで見ていただきありがとうございます。インスタグラムのフォローお願いします。 X のフォローもお願いします。 TikTok のフォローもお願いします。またお会いしましょう。